さんの中のどなたかお一人に挑戦をしてもらいます。では自らの腕にかっこいい手を止めてみたいという勇気のある方は元気を向け上げてください。はい、やだやだ、ありがとうございます。お元気いっぱいですね。はい、タイちゃんはお元気。じゃあどうするの、やりたくないと上げるときにそういっちゃうもんやな。話聞くと大丈夫か。お名前を教えてください。南ちゃんが頑張ります。応援よろしくお願いします。南ちゃん頑張ろうね。まずはこのグローブ。左手奥まで貼って。しっかりはまったら教えて。熱い。大丈夫。じゃね、グローブ握れたら大丈夫。握ってみて。あ、足持ってくる。グローブ、グローブ500円。そしたら、髪が回るのに。よし、じゃあね、みなみちゃん、もう一つお願いになる。僕って病気になった、今。今から、みなみちゃんの腕に飛んでくる首。母ちゃん。あのが、アスカちゃん。焼き子、母ちゃん。アスカちゃんは、後ろ。でもですね、遠くの方にいるから、ないよね、アスカちゃんに聞こえるように大きい声で名前を呼んでほしいんだけど、みんなで何かお手本見せます。こんな感じで呼んで。あ、泣いちゃったな。完全に。違う、これ。アスカー！無理じゃん。こんな感じで。ちょっとドラマティックになるから。よし、体はこのままピンって伸ばしてね。よし、それで南ちゃんの準備は全て整いました。南ちゃん、大きい声の準備はできたかな。頑張ろうね。じゃあ、次いくよ。それでは、ちょっと乗りましょう。南ちゃんの足の回転です。行ってみたら、行ってみましょう。行くよ。せーの。まだいる、見える。まだ俺には見える。動いている。